上野映画劇場は、かつて存在した、日本の映画館である。第二次世界大戦後の1951年4月、住正太郎が、三重県上野市に新設、開館した。どうしない最後の映画館として残ったが、1990年に、閉館した。略称上野映劇。新天地のアーケードと、上野演劇ビル第二次世界大戦後の1951年4月。 住正太郎が三重県上野市に新設、開館した。道地は近畿日本鉄道伊賀線上野市駅の正面に入り口を持ち、山和街道に抜ける商店街、新天地にあった。駅の北側には上野城とその公園があり、道地はかつては道場の丸の内に位置していた。当時の道館は、経営は住正太郎の個人経営、支配人は釘田鉄夫。 観客定員数は二百八十名、工業系統は、小畜、新東方東方であった。同館の開館当時、同市内には、千八百八十年前後に開館した、朝日座、千九百二十年開館の総商館が、すでに存在した。住正太郎は、滋賀県栗本郡草津町で、千九百四十八年八月に、文栄井座を入手して経営した人物であり、 同館を開館したのは2館目の事業にあたる。格はこの後、1953年12月には、滋賀県安郡森山町の大黒座を入手して、森山映画劇場として、開館。1956年には、大星座を入手して、草津映画劇場と解消同年、草津第二映画劇場を新設。開館。1958年11月2日には、 伊藤武雄の独立映画に協力して、東京に映画の制作会社として、大東工業を設立、同社において、菊と勇武器なき問いの2作をしている。後に、上野映画劇場を経営することになる、隅翔太郎の長男、角斜里は、1954年に同志社大学を、卒業後、大東工業の取締役を務めており、 1960年には、専務取締役営業部長に就任して、同社の経営を行うとともに、住正太郎は、上野映画劇場の経営に専念している。この頃には、同館の工業系統から新東宝が抜けて、小畜、東宝になっている。1965年には、同館の経営者が、各社里に変わり、1966年から1969年までの、 間は北海道影響に変わっているが、支配人は引き続き、釘田哲夫が務めた。1970年には、経営が隅正太郎、支配人が各社利になっており、各社利は同年、上野青年会議所、第12代理事長を務めた。この頃の工業系統は、小畜、大英、東方、日活であり、1970年代に入ると、東方、日活、 洋画系に変わるが、日活は、1971年11月20日に、封切られた、団地妻昼下がりの常時及び、色ご読みを置く日はおきに、成人映画に舵を切っている。1970年代の同館は、経営者は、各社里が代表を務める、各商事、支配人は、各社里が兼任している。1978年前後、 開館当初からの木造の建物を取り壊して、改築して、新天地へ劇ビルを竣工、同ビル3階に入居した。この時、観客定員数を300名の規模から103名に縮小している。1980年代も同時ない最後の映画館として残ったが、初代経営者の住正翔太郎が1987年に亡くなり、その後1990年に閉館した。 同年の映画年間1990別冊映画館名簿の同館の欄には支配人として和田積明の名が記載されているが和田積は1988年に閉館した京都市左京区の一系一会館の全支配人である2004年11月1日上野市は近隣の町村と合併して伊賀市になった Google ストリートビューによれば年月 現在も同館が3階にあった新天地営劇ビルは現存している。ありがとうございます。